ボルトの解説には気合を入れるぞ。変化の術開。どうも少年コミックのココです。今回は12月21日発売の最新53話の考察です。いやー、今回もすごい内容でした。最近ボルトがめちゃくちゃ面白くなってませんか？共感してくれる人はコメントお願いします。それでは最新53話の考察に入ります。ネタバレを含んでしまうのでご注意ください。それでは行きましょう。ボルトが全然わからないという人は概要欄に関連する考察を載せておくのでそっちから見てね。まずは前回のおさらいから。なんやかんやがあり、大月かぐやのニコイチであった大月一色がコロハに襲来。一色の目的は自身の器であるカワキを探すこと。もちろんすんなりカワキを差し出すわけもなく、サスケ、ナルト、ボルトが応戦することに。しかし意識の強さはペインの比ではありません。3人がかりでも余裕でボコボコにされてしまいます。そんな大ピンチの中で、ナルトは今までクラマがなぜか伝えずにいた使ったら死んでしまう究極の奥の手の存在を聞くことに。そしてナルトは躊躇なく新モードバリオンモードを発動。バリオンモードの力は圧倒的で大月意識を追い詰めます。意識の寿命が尽きていく中で、ナルトの中に渇きを感じる意識はなんとその場に渇きを召喚します。ここで前回の52話は終了します。ここから最新53話の内容。口寄せの術のようにいきなり召喚されて焦る渇き。意識は自分の寿命はあと5分だった、危なかったと言い悠長に語り始めます。そしてナルトはすかさず渇きに逃げろと言いますが、意識に蹴られおねんねすることに。一方渇きは逃げ出すものの速攻で意識に捕まります。首を掴まれカーマを刻まれようとした時、サスケがリンネガンの能力でカワキと入れ替わります。そしてカワキの足元にある煙玉みたいなものを使えと、これは粉塵を起こす忍具でした。意識は俺には白眼があるから意味ないぜと調子に乗りますが、粉塵のせいでカワキが見つけられない意識。白眼の能力って粉塵で簡単に無効化できることに読者が驚いたのもつかの間、意識がナルトの元へ向かいます。そしてカワキに対して20秒以内に出てこなければナルトを殺しちまうぞと脅しをかけました。粉塵の中のカワキは幼少期から意識に幾度となく捕まってきた過去を思い出します。しかしカワキは勇気を振り絞り意識の前に姿を現します。火刀、豪華球の術のようなものを発射しますが、もちろん意識には通じません。とうとう意識に捕まったカワキ。しかしカワキはひるまずにこう言います。7代目のいない世界なんて俺には何の意味もないと。これは感動のシーンでしたが、私にはかつてのオビトが重なりました。カワキ、お前はオビトのようにはなるなよと思わずにはいられません。そしてカワキは意識にカーマを宿されます。うわぁ、カワキ終わったとなるも、実はそのカワキは影分身でした。出し抜かれた意識はカーマを宿せずジ・エンド。見事に大月意識は消滅しました。そこですかさずサスケがナルトに問いかけます。おい、あの力消耗すごいだろ、大丈夫かと。ナルトはいやーなんつうかよとだけ。え、私たち読者とサスケの心配を返せ、はっきりしろと思ったところで、予想外の展開が。前回の話の伏線がいきなり回収されることに。皆さん心の準備はいいですか？本当にヤバいことが起こりました。なんとそれはサスケがボルトに左目を区内で刺されてしまったのです。そしてボルトは桃式化しており、これで邪魔はお前たちだけだと発言するところで53話が終わりました。ヤバすぎませんか？昔の主要キャラがどんどんピンチになっていく展開に涙が止まりません。頼むからナルトもサスケも死なないでほしい。それでは考察に入ります。ナルトは死んでないの？ナルトがサスケからの回答をはぐらかしたので正式なことは分かりません。ただナルトの口ぶり的にはすぐに死ぬことはなさそう。しかしかなりの副作用がある可能性が高いと思います。そしてナルトの性格的にも自分が死ぬことになっても騒がなそうなので、まだ安心はできません。皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。サスケはどうなっちゃうの？サスケの左目はリンネガンです。なぜ桃式化したボルトがサスケの左目のリンネガンを狙ったのか。その理由として考えられるのがリンネガンの別空間に行く能力。サスケ、ボルト、カワキ、ナルトの中で別空間を移動できるのはリンネガンを持ったサスケと
カーマの力があるボルトのみ。桃式化したボルトはサスケの人間眼を潰すことで厄介なボルト、サスケ、カーケを別空間に置き去りにするのが目的で、サスケの輪廻眼を区内で刺したのではないかと予想します。この先展開はどうなるの？ IQ893 の過去がここから先の展開を予想します。多分当たってしまうので、次の展開が気になってしまう人は見るのをやめてください。それでは今後の展開を予想します。まず鍵を握るのが上眼です。上眼はボルトが右目に開眼した同日で白眼の足に当たるといいます。発動すると白目の部分が黒く染まり、光彩と瞳孔が青白く変色して発光し、異界に由来する特殊なチャクラを見通すことができるようになるのです。大筒木浦敷が上眼を発動させたボルトに対して、それは上眼ですか、厄介な目を持っていると発言して、大筒木に対して何か一定の効果があるような発言をしています。このように上眼はたびたび大筒木との関連性が作中で取り立たされています。そしてボルト第1話を思い返してみると、大人になったカワキとボルトが戦っているようなシーンがありました。このことから分かる通り、ボルトは大筒木に支配されていません。ここから導き出される上眼の効果は浄化ではないでしょうか。浄という漢字には清い、清らか、清めるのような意味があります。今のボルトの体はある種桃式によって汚されている状態。桃式によって汚された体を上眼で清め、桃式の意識のみを取り除き、カーマの能力はボルトが身につけたままになると思うんです。そして裏付ける要素として、ボルト、ナルト、カワキ、サスケが異次元にいるということがポイント。異次元から脱出する方法は2つ。1、サスケの輪廻眼。2、ボルトのカーマの能力。これだけです。カーマが消えたカワキ、ナルトには異次元から脱出する方法がありません。そしてサスケの輪廻眼は潰されてしまったので、ボルトが正気に戻ってカーマの能力を使わないと異次元から戻る術がないんですよね。そのため上眼の力で桃式の意志のみ浄化し、カーマの力はそのままボルトに残るといったことになるのではないでしょうかと予想してます。どうでしたか？他にも今後の展開について考察があると思います。私はこう思うという人はぜひコメントでここに教えてください。まとめ、前回出したナルトが本当に死ぬかもしれないという動画がかなりの好評をいただいたので、今回も最新話考察の動画を出しました。2021年1月21日木曜発売予定の V ジャンプ3月に掲載の54話の考察も出していこうと思います。そして皆さんに質問があるのですが、 V ジャンプとかジャンプって発売月と号の数字が合わないのってなんでだか知ってる人がいたら教えてほしいです。普通に1月発売は1月号にしてほしい。わかりにくい。ココが子供の頃は毎回これ買ったっけってなってました。共感してくれる人はコメントしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。